L, M-2248MF スターは、イスラエルのエルタシステムズ社が開発した、関西用の多機能レーダー。本機種は、多数目標の同時捜索探知、追尾、及びミサイルの射撃式の役目を一手に担う、多機能レーダーである。サール5型コルベットの近代化改修において、搭載することを狙って開発されたことから、他国が開発した、同様の機種よりも、かなり、 コンパクトとなっており、コルベット級以上の艦艇であれば搭載できるとされている。本機種はマルチビームのパルスドップラーレーダーである。アンテナとしてはアクティブフェーズドアレイアンテナが4面固定式に装備される。探知距離は高高度を飛行する航空機に対しては2 5 0トル、低高度を飛翔する対艦ミサイルに対しても2 5トルでの探知が可能となっており、 クラッターやジャミングが激しい環境において、TRCS の目標を探知できる。本機種は多機能レーダーとして、指令誘導やセミアクティブレーダー誘導のミサイルの射撃式を行うことができる。IAI 社は、バラクアイコ艦防空ミサイル及びバラク NG 艦隊防空ミサイルを開発しており、l m 百四十八 m f スターは、これらの艦隊空ミサイルとともに、 防空武器システムを構成する。イスラエル海軍、インド海軍、大韓民国海軍。ありがとうございます。